こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットを始めていきたいと思います。今回は11位佐世保ドッグス戦ですね。こちらですが、そんなに強くないです。3人ぐらいは控えの選手を出していきたいなと思っております。あ、まず練習試合か。エルドワード欧州、控えをどんどん出していこう。ここでようやくはるか出せるんだよな。公式戦だったら出せないからな。まだジャネット大萌えの代わり、節子かな、かなは綾香の代わり、美穂なのか美雪なのか、まあ美穂だよな。でクラリス、ミオ、サヨおかわり、クラリス、サツキを、サチコおかわり、ヒラリーをナナコの代わり、A だからな、ミオかな、ミオマドカを代わり、これで、出していきましょう。スタート。まあここはもう結果じゃないんです。公式戦で勝てばいいんです。ファールか。お、積極的に上げてますね。隙をついてチャンス、ミオチャンス決めろ。ここにいるとこですよね。落ち着いて決めてほしかった。こういうタイミングだからこそ。またファールですね。おっと、イエローカードだ。宮田、いいですね。この後試合でも役立ちそうですからね。またファールです。積極的にラフプレー出ますね。そうですね、イメージトレーニング。マンツーマンか。さあ、バイロン、気をつけろ。おお、超えられた。が、ここは外しましたね、相手も。うまい。またファール。ファール多いですね、ここ。21分しか経ってないのに、4回、5回ファールして、2回イエローカードだからな。ファールじゃない。右に外れました。今のはちょっと危なかったかな。お、宮田高い。出ましたね。頑張れー。おっと、これは決められたー。バイロ、宮田、先制を奪われました。温泉を行ってますね。ジャネット、美穂、おっと、いいぞこれ。ユーナ決めた、同点。ユーナにとってすごく糧になるでしょうね、これは。美穂のセンタリングを見事でした。女子選手通りだとなかなか大変なんですが、しっかり決めてくれましたね。ファールじゃない。さあ、ここ勝ち越し奪った、大きいが、逆サイド。お、うまく越えた。さあ、もう一歩。チャンス、エリカ、やったー。リードしましたね。
落ち着いてるのがいいですね。ユーナから最後はエリカ。アディショナルタイムは2分です。試合終了ですね。いや気持ちいい勝ち星が。ダイジェスト見ましょう。おお、こういう風に。これは完全に高かった。マイロン、うわ、抜けたと思ったら。危なかった。先制点を奪われました。うわ、届かず。飛び込んできた宮田にやられました。そのわずか6分後、ユーナ2方のこのセンタリングを見事でしたね。そしてアジシャルタイムに入ってユーナからエリカ。しっかりパスを決めてヘディングで決めていきました。勝利です。シュート本数を上回ってますね。ボール支配率も完全に上と言えるのではないでしょうか。課題も8ついただきました。はい、課題3ついただきましたね。さあいよいよ次は公式戦です。その前にスタメンを変えておきましょう。サヨがちょっとしてるんで、これをクラリスに変えます。クラリスでいいのかな。クラリスでいいでしょう。あやかもそう抜けてはないんですよね。だからといってまあ他ないのか。C が多いな。日本の方がいいんじゃないの。そうですね、考えてみや。ないですね、名字ばっかり。さあ試合やりましょう。スタメンはこのまんまですね。くるみと緑をこう入れ替えるだけ。まどかと幸子も入れ替えておきましょう。あ、でもこのメンツから一人入れ替えればいいんだ。さすがにちょっとこれは勇気いるんで、各ポジション一人ずつかな。クラリスよりミオの方がいいんじゃないの。それと別に誰かを入れ替える。ナナコサツキかな。さあ勝率は、あっと、相手のホームですが 45%、 佐世保ドックスが 29% と完全に上回っております。まあそれなりに入ってますよね。ここはしっかり取っておきたい。そんなに強いチームとは言えないですからね。お、ミオ軽く突破。反対ジャネット捉えた。長いにファールか。これはいただけません。気をつけろ、危ない。おっと、どうしたんだ。待ち構えてましたね。キーパーチャージになったから自重したのかな。おっと、これは取られる。おっと、取られなかった。窓か。あーっと、左にずれました。キーパーのポジション取りがうまかったっていうのもありますよね。
さあと、これは？お、ミオだ。ミオが取りました。ん？どうしたんだろう？あ、相手に当たったんだ、ディフェンダーに。さあ、どんどん行きます。窓か。飛び込む、ユーナ、先取点。お見事です。そうですね。決めました、しっかり。マークが甘い。おー、日本ヤンギ、さすが。さあ、ボールはしっかり確保しておきたいです。ボールを支配して大事です。さあ、ユーナ、おーっと、右肌遣い外れた。シュートの課題をいただきました。そうそう、結果残したいですからね。2位以内、今年は2位以内です。3年目かな、4年目かな、 N1 はですからね。おーっと、くるっと回ってくるみシュート、これは外した。新妻、おお、新妻に越えられた。さあ、これは危ない。夏木、たまらず飛び込んできました。いい流れですね、ここまでは。さあ、ユーナが5位センタリング、うーん、惜しい。前半ここで終了です。疲れてるのがマドカとミホですね。ここは守備重要しましょう。カナかな。さあ、後半スタートです。軽くくるみ取りましたね。さあ、そのまま上がってきます。さあ、誰が待ってるんだ。ちょっと遅い、飛び込むのが。さあ、こちらボールのスローインです。軽く抜きまして、ここにマドカが待っていたが決めきれません。中段も一人交代したいけど迷うとこですね。ここでは誰を交代するかは、実は結構星2でも、星2じゃない2ゲージでも差ありますからね。交代したらいいけど、他の人がもっと疲れてたってなると数字では出ないんですよね。さあ、ここ気をつけろ。ジャネット、なんとかクリア。まだピンチは続きます。ファールか。お、サチコが疲れてますね。いいタイミングかも。さよかな。でも、いや、クライスだ。ここは。お、交代は成立しません。早い。慌てて、これ。コーナーキックになりますね。気をつけないと。ああ、いいですね。まあ、チャージしてほしかったかもね。一人ぐらいはいいでしょう。ノーホイッスル。さあ、ユーナも結構疲れてますね。まあ、流れた。だが。結構疲れが目立つ。中盤か。もっこい交代枠は1人です。ユーナも疲れてますね。悩みますが、ミオをクライと変えましょう。中盤の方が疲れますからね、ユーナも。さっきは。もちろん試合展開によるんでしょうけど、やっぱ中盤は大事。
ミオが結構疲れてますよね、みんな。知ってると思います。さあ、ユーナ。さあ、こちらボールのスローインになります。謎のチェンジ。結構スタミナ使ってますね。あーっと。相手の攻撃の方が大きいんじゃないの？うん。残り時間があと3分。さあ、ここにカナが飛び込んできて、もうあまり時間ないです。さあ、アディショナルタイム1分です。さあ、もう慎重にいってますね。試合終了。1点差でしたが、勝利しました。全体的に押されてた感じしますよ。ここは怖かった。マドカ左に外す。先制点はクラウカリバーズでした。ここであえてユーナ飛び込んできました。マドカのセンタリングを見事でしたよね。こう越えてチャンスを作るんですが、これですよ、ユーナチャンスだ。まあちょっと遠いかな。結構弾道は鋭かったんですけど、さあ後半8分、マドカ、これは多少決めてほしかった。まあこれ心に勢いありますね。結局この後コーナーも決まらず。ここも危なかった。ここ内のシュート力はかなり脅威ですね。こちら。敵チームにとっては。なんとか、シュートは上回ってます。枠内の本数が少ないですね。課題は5つしかいただけなかったか、意外です。1対0で勝利しました。もちろん首位キープ。エルドラド欧州って、首位っていうか、まあ、勝ち点並んでるんですね。ちなみに S 多いですから、やっぱり強いチームなんでしょうね。どんどん力つけてきてる感じがします。それを2マッセ大阪、筑波長浜、武蔵野放熱が追っかけてますね。キャピタル東京は、2年連続1位のキャピタル東京。能力はいいんですが、疲れが結構目立ってますね。今、7位です。これがリマースで大阪になると、結構疲れてる選手多いな。コンディションをよく保つっていうのが、我がチームのいいとこじゃないかなと思いますね。エルザード王子も決してコンディションがいいわけじゃないですし、疲れてる選手多いですよね。なるほど、上がってきて下位にいるチームなのか。この辺はしゃあないですね。仕方ないです。その通りです。さあ、ここで、見てみましょう。スカウトできるかどうか。サーターテでも900万なんですね。能力が高くないからな。ダニはひどいな。してますね、今は。まず今回見事に勝利することができました。次の試合見てみようか。コチシマントスですね。これは実は結構強いチームなんですよね。補強してるのかな。
で安心は禁物。まあ意外と成績伸びないのがどうも理解できないぐらいですよね。いいチームだと思います。かなり脅威だと思います。ただこちら今回我々のチームは立ち止まることは許されません。しっかり勝って上位としてアジアチャレンジトロフィー、出ていきたいと思いますので、ぜひとも応援よろしくお願いいたします。ぜひ応援の意味でもですね、チャンネル登録高評価お願いします。特にチャンネル登録、もうすぐ1000人になります。あと50人ほどです。よろしければお力ください。よろしくお願いします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。ツイッターはですね、ライブ配信のお知らせもいたします。今ライブ配信としてですね、ファイアーエンブレム風化雪月などをやっております。よろしければフォローお願いいたします。またこの動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。